やハローどうもおはようございます。アニメリアクションのことマジ大道芸人浜です。はい、現在2月22日水曜午前10時15分ですね。はい、千代ちゃんの通学路8話見終えまして、ここから9話ですね、Dアニメストアで見ていきたいと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また本編中に広告が入ってくると思います。誠に申し訳ございませんが、ご了承のほどよろしくお願いします。もしくは1回見ていただいた後に、こいつあのシーンでどんなリアクションしてるかなっていうのを楽しんでいただければありがたいかなと思います。はい、それでは行きましょう。3、2、1、スタート。さあ、8話ね、まさかのちょっとしんみり回でしたね。最後だけまだどっかで不意打ちでしんみり回が来そうな気がする。またあの8話で1話の歯ブラシのね、スキンヘッドのおっさんできたらめっちゃおもろかったですね。今回また安藤出てくるね。イメチェン千代ちゃん、いやこういう夜食ってうまいのよね。天気の今日はこのこれや、な何だれって言うのこれ、古いね。最悪や。勉強してへんな。カンニング神頼みやったな。こいつの100万でかいね。いや、あのおっさんやないか。まどかの師匠やん。あ、老師や、師匠じゃないわ。女子高生最高位だもんね。生きた。生きた。UFO 一気にはクミコのセリフやな。お、それがイメちゃん、イメちゃん。そう、イケメンは有利やねん。そう、元が一緒じゃないとね、もうこんなんじゃ無理やからね、俺。
むちゃくちゃわかるわ。まだ千代ちゃん中の毛やしたけど、下の毛はもうどうにもならんからね。絶対思ってへんやろこれ。千代ちゃん美人化作戦開始。なんで馬の被りもんあんねん。昔持ってましたあれ。あ、これか。舞妓反応。ほんまにバチ当たりやん。面白半分言うてもてるやん。左右メガネが本当に。ブブピドゥ。プープーピオードリー・ヘプバーンだっけ。マリリン・モンロいや、さ、喋るやろ。笑うんちゃう。あ、違うか。だ。じゃあ確信犯は正しく言うと故意犯らしいですね。おお、これ北斗の拳の修羅の修羅の覆面やん。これかこれか。どうすえ。いや、に日本画の美女はこんな感じよね。避けた。
ポールダンサーの後に、あ、ここや、次回予告の、あ、ちゃちゃ、サムネイル今のやな、サムネイル。ポールダンスやん、ほんまに。メリコさんか。やめてちょんまげ。取れた。いい意味じゃないの、それは。でもいい意味なんか、これもうテスかつらえたんかい。なるほどね。まあ要は自分を認めろと。いや、できるか。でも天才やね。テストどうなってもんで。フラットカット、渡りたいのね。休憩ポイント あの本か。いいな、お見返し、あきさん。安藤かな。あ、出た出た。あ、新聞配達やな。便利屋斎藤の斎藤と同じ字やん。まあすごいけどね。とか何時に配達しようね。安藤は多分千代に惚れとるよな。
のレジの一件で。アピールしとるね。ジャイアント馬場さんか。安藤何歳やねん。まあ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 、スーパーサシス、さっきのやん。なかなかの妄想やったな。安藤との恋愛を阻止しようと。ああ、これ次回予告で。ジョージア。ジョージか。ゴアやね。次の手段言ってるやん。明日は暑いから。まあまあ、あのごまかすためにね、アドレス渡したもんな。あのこいつの家でゲームやってたもんね、BL の。
柔軟すーんあれハハ違うとこからキャー言われてるやん。ああ勘違いやったって言うやろな。なんやねんこの意味深な。アリスが欲しいと思います。牧場のやつうまいじゃん。いやー、過去一笑ったかなこの回。あれ創作があるのかな。井手直美さんってな見たことあるような。あ、このビルのシーン今頃気づいたわ。8話やな。でこの安藤が妹だっけ、千春千春だっけ、なんだっけ、あ、ももちゃんや。多分次回出てくるかな、あのなんかコンビニで安藤があの妹に蹴られてるシーン。いやーおもろかった。なんやろ、ちょっと自分笑いのツボ多分特殊やと思うので、うん、もうあの千代ちゃんのカツラかぶった姿全部おもろかったかもしれん。あとあの老子がいかに変態やったかね、変態だったかっていうことと、まあそのなんか最後に言った一言がちょっと深かった気がしたけどね。なんて言ったっけ、そのカツラを楽しめるものはなんて言ったっけ、まあ例えばなんか自分というものを受け入れてるもんだけやみたいなことを言ってたと思うんで、うん、だから共感できる部分はいっぱいありました。その中の下は何しても無駄やねん、下の下なんか何しても無駄ですし、でその後の安藤にもしかして自分好かれてんじゃないって時に、いや私を好きになる人なんてこの世にいないみたいなこと言ったけども、それも共感できるし、
まあよくねちょっとモテへん後輩とこういう話してるんで、我々を好きになる人類なんて絶対おらんなって、人類女性ねというのを言ってただけに、ちょっと自分的には今回めちゃくちゃ共感できて、しかもめちゃくちゃ笑えた回やったんで、自分の中では神回やと思いました。うわーおもろかった、もう笑うたな。まあ舞妓はんのウィッグ、とにかく舞妓はんというか、あれは江戸時代の女性の髪型、あれ髪型なんていうんやろ、ちょっと調べます。なんかあるでしょうね、確かなんか侍の髪型がささがきかなんか、そんな名前やったはずなんよね、ささずきやったか。江戸時代女性髪型名前で検索してみよう。髪型名称かな、あれなんていうの、兵庫曲げ、島田曲げ、勝山曲げ、郊外曲げ、あ、日本髪っていうのはちょっと分からへんな。うん、まあ自分的な千代ちゃんどれも似合ってたと思うけどね、やっぱ顔が薄いと似合うのね、自分は顔が濃いと言われますから、どうなのな、多分いろんなカツラかぶっても似合わんと思います。何の話をしとんだこれは。まあとりあえず安藤がもうあれやね、千代ちゃんのこと好きっていうのはよう分かったし、全て空回りね、新聞投げ入れたりだとか、何してたっけ、あと葉巻吸って捨て猫、まさかジョージを使うとはね。で後輩の名前なんていうか分からんけど、よう出てくんな。なんか安藤とセットで出てきてるような気がするな。でね、BL の本をこう買うのをごまかすためだけにね、チロルチョコのタンクトップやったりとか、もうあれもおもろかったけど、まあ最終的にはまあ千代ちゃんが勘違いやったという勘違いをして終わるという、まあ見事やったね今回は、とにかく見事やったと思います、面白かったです。はい、ということで千代ちゃんの通学路9話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは、僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで終わってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年間仕事がまともにありません。今も48連休確定中の今日が39連休となると、普段この髪の毛の長さ、ひげの長さがこうなりますんでね。で、今貯金だけでなんとか生活してますけども、10月以降はインボイス制度によってさらに 10% 以上ね、 10% 収入減りますんで、かなり苦しい生活になると思います。まあそんな中、一応一日も休むことなく毎日続けてます。アニメのリアクション1063日目、今のところ全くと言っていいほどね、結果出せてない厳しい世界ではありますけども、まあ2020年の4月頭から、一昨年の、8月18日までの、リアクション動画約1年5ヶ月分、推定2000本以上の、動画がまあ、自らの手で削除させられるというね、苦行を味わいました。まあ、そんな悲劇を乗り越えてやってるんですけども、13年以上使ってるこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったがために、昨年の9月の14日新たに本職のチャンネル立ち上げてるんで、ぜひそっちの応援もよろしくお願いします。もうこっちも全く伸びてません。まあ、非常に厳しいですけどね、諦めずやってますんで、毎日19時に1本動画投稿してます。そして URL を説明文に載っけてるんで、ぜひ1本でも再生していただいて、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。